はい、こんばんは、すっぽんです。春の物語、3回目の配信を始めたいと思います。どっちも一緒かな。あれ、あれ、ちょっとまだ操作方法が慣れてないんですね。これって操作方法を変えられるの？あ、そっか。これは VX だから VXS と同じなんだよね、ほとんど。あ、そっか。VXS と同じようにやれば、操作方法は戸惑うことないですね。問題は作る2000で作られたゲームが他のやつと違うんで、そっちを注意しないとダメなんですよね。ちょっと前回の動画を見た方はわかると思うんですけど、なんかやったら敵が強くなるんですよね。今戦ってるところはそうでもないんですけど、3階に行くとすごい敵が強くなってます。ちょっとレベルアップしていかなきゃいけないかもしれないですね。今なんか数字がつながって、なんか、4桁のダメージを与えるように見えましたね。また毒を受けた。まあ、このゲームは、まあ、見ての通り、まあ、何でしょうかね。一応ギャルゲーっていう風になるんでしょうかね。野郎はほとんど登場しないです。で、ここのレバーって何だ？まあ、登場したといえば、なんか剣道部じゃないけど、なんか、どっかの道場の師範ぐらいですかね。あとはなんか、女ばっかりのゲームです。これパーティー増えるのか、ずっと最後まで2人のまま。セールをするとなんかまだ空欄があるから、もう少し仲間が増えそうな感じはします。
ちょっと今回は、あんまり ストーリーを進めるんじゃなくて、まあ、レベルアップを中心とした回にしようかなと。まあ見ていただいてる方にとっては多分退屈な動画となると思いますので、まあ今回の分はまあ飛ばして、まあ次の動画をまあご覧になられればよろしいかと思いますね。あとこれ忘れてならないのがパラメータ配分ですね。レベルアップしても勝手に数値っていうかパラメータが上がっていくわけじゃないんで。どうしようかな。結構このゲーム命中率が低く、で当たり敵に攻撃が当たりにくくってちょっともどかしい気分になることがよくあるんで、回避じゃない命中率ちょっと目に振っておいた方がいいと思うんですよね。回復したいんだけど、どこだったかな。一応毎日やってるんですけど、もう一日経っちゃうと、マップが湧かなくなっちゃうんですよね。ここか。休憩室の中に、この女神像があるわけじゃないんで、できる休憩室って言うから、休憩室の中にも女神像があるのかと思ってましたけど、そういうわけではないですね。で、逆に、今、一回か。確か前は3階まで行ったような気がしたんですよね。エレベーターを使って。あとエレベーターにもなんか、パスワードじゃないですけど、なんか番号を入力して、なんか、動かさなきゃいけないっていうのがあったんで、その番号ってなんかメモとかあ、これか。まあ、メモがあるから、これはまあ大丈夫です。まあ今このゲーム、まあどういう段階なのかと言いますと、どうやら季節は春らしいんですけど、なんか気温が低くて、まあ桜も咲かないっていうらしいんですよね。まあ、例年ですと、まあ気温も上がって、
ちんと桜も咲くはずなんですが、なぜかこのゲームのこの年は、またこっち来ちゃう。で、それっていうのが、なんか、春の神様に、のもと、っていうか、春の神様のもとになんか異変が起こってるのか、まあ、何が起こってるのかわかんないんですけど、まあ、それを確認しに行くために、今、その春の神様のもとに向かってる途中なんです。で、ここの炭鉱っていうか鉱山だったかな。鉱山を越えれば、春の神様がいらっしゃるらしいんですよね。しかし、途中の敵が強くて、前回は、引き返してきたんですよね。あれ。ここは装備が増えて、お、これいいじゃん。これは、もっと強いの。こっちの方がいいね。切れ味、鋭いが、癖が強い。なんだろう、癖って。防御力が落ちるのか。防御力結構落ちるな。でも、命中率かなり上がるからね。どうしようか。お、ミトンの攻撃力がだいぶ上がったね。まあ今回は、まあレ、あれ？危ない。なんで今止まったの？今回は、まあレベルアップ中心になるっていうことで、まあ特に話すことはないだろう。と思って、まあそれだとちょっとつまらないかなと思うんで、まあ、ウェブサイトでよくやってるアンケート投票の質問ページを開いて、まあその質問に答えていくっていうのを、まあ、淡々とやっていこうかなと思っています。
ストーリーが進められる場合はいいんですけど、やっぱりここって切ったことない。ストーリー進められるときは、まあ、ストーリーの内容についての、まあ、実況を進めたいと思うんですけど、なんかレベルアップっていうなると、まあ、特にそんなに話すこともなくなっちゃうので、質問が、まあ、集約されてるページをちょっと開いて、その質問に答えていくっていうのを、まあ、やってみようかなと思ってます。てか、ここ来たことないかもしれない。もしかして先にこっちを行かないといけないのかな？前回いきなり3階まで行って敵がやたら強くてこりゃいかんと思ってやめちゃったんだけど、もしかして先にこっちを進めていかないといけないのかな？ガラスのピアス。回避力10か。回避力なんか上げるやつになるの持ってなかったっけ。あ、ちょっと。これ。これじゃなくて、こっちでもいい。また山の中入っちゃうとか。で、一つ目の質問は、今日はブーニュースの、まあ、アンケート投票の質問をちょっと見ていますね。質問も最新のものじゃなくて、ちょっと一昔の前のからちょっとやっていこうかな。で、一つ目の質問が、ネット解禁で投票意欲は変わったかっていう内容です。まあ、投票意欲は、普通、そんな変わんないじゃないかな。っていうか、ネット選挙っていうのは、自分たちがネットで投票できるようになったわけじゃなくて、候補者がネットを通じて、なんか選挙活動を、行うことができるようになったっていうことだけなんで、まあ、有権者が、有権者が候補者のなんか活動を知る機会が増えたというだけです。よく、まあ、変わるか変わらないかって言ったら、そんなに変わんないじゃないかと思う。このレバーは何なんだろうね。何も変わらなかったってあるけど、果たして本当に何も変わっていないのか。で、実際投票結果を見ても、やっぱり特に変わらずが 62% も
62.7%。まあ、候補者の活動、どういう活動っていうか、まあ、どういうことをしたいのかっていう、そういう知る手段が増えたっていうだけで、まあ、投票意欲に、まあ、まあ、中には、まあ、行こうと思ったっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、全体的に見ればそんなに変わんないですよね。ネットで投票できるようになれば、まあ、それは投票しやすくなって、まあ、投票率も上がるんじゃないかなと思いますけど。あうち。じゃあ次の質問は、仕事のやる気が出る漫画といえば、漫画か。なんか元気の出る漫画とかそういう感じなのかな。まあベタだけど、なんかワンピースとかそういうのが人気というか、そういう人気のある漫画がそうなんじゃないかなと思うんだけど、投票内容は、なんだろう、結構選択肢あるな。てか全然知らない漫画ばかり。一番高いのがサラリーマン金太郎。知らねえな。結構選択肢が何か20ぐらいあるのかな。美味しんぼとかは知ってるけど、あといい人っていうのもあったの。ドラマでやってんのは知ってたけど、あと釣りバカ日誌、これも漫画があったのかな。映画あるのは知ってたけど、あれ毒受けてないか。そっか、こっち来たっけ。あ、一番多いのはその他でしたね。多分この中の選択肢にはないっていう人が結構多かったんじゃないですかね。カパチ太郎、働き者、 C 級サラリーマン講座、 OL 進化論、奥のと宮本から君を、全然知らないね。ここって3階に行くとこあったかな。
が、島耕作がついに会長就任になったということで、まあ、こういうアンケートをやったみたいですね。課長島耕作は少し見たんですけどね。Kindle 本でちょっと読みましたね。東芝、今ある東芝がモチーフとされてる、なんか企業に勤めてるいるんですよね。なんで、白芝でしたっけ?白芝っていう会社に勤めてる、なんか宣伝広報部のなんか係長みたいなのやってるでしたよね。最初は。あれ確か今もう3階に来ちゃったんだよね。そういえばさっきレベルアップしたよな。レベルアップしたら、とりあえず忘れてならないのが、このステータス、ちなみに、ボーナスポイントの配分ですね。通常攻撃ばっかパワープさせてます。なんかこの辺確かにローブを着たやつがなんかすげえ強かったんだよ。なんか麻痺とか沈黙とかやたらステータス以上使ってくるやつもいて、それがすごい厄介だったんだよ。厄介だったんだよな。あれ?ここ今撮ったっけ?っていうか前来た時に撮ったかな?焼却したい小学生の頃の失敗は?焼却したいか。焼却したいって何?思い出でも、そう、なんか、書き消したい失敗とかっていうのは、なんだろうな。まあ、小学生っていうと、まあ、失敗の連続ばっかりやったから、そんなに、特別これをなんか焼却したいっていうのは、あ、こいつが嫌なんだよね。特別焼却したいっていうのはないんだよね。ていうかどういう選択肢だろう。先生をお母さんと呼んだ。これはないな。友達に好きな人もバレた。好きな人はいなかったよからな。小学生だよ。その好きな人できる年代じゃなかったと思うんだけどね。宿題を忘れた。あ、これはよくあるな。てかありすぎて別に。相手焼却したいっていう気持ちは起こらない、ね、忘れるだけじゃだけだといいけど、まだ、革新的に、やんなきゃいけないと分かってんだけど、めんどくさくて、やんないで、その、
次の日特攻してしまったっていうのは結構あったけど、まあ、それでとりあえず忘れたことにしたという、そういうのはよくありましたね。まあ今となっちゃそれもいい思い出だったんじゃないですかね。まあ、ここも取ってあるな。結構前、奥まで進んだのかな。テストで0点を取った。0点を取った、0点はないと思うな。うん。0点はない。犬の糞を踏んだ。ああ、これは友達でいたね。まあ、別に小学生じゃなくても、これからも犬の糞を踏んでしまう可能性っていうのはあるね。おもらしをした。ああ、これ幼稚園の時ありましたよ。小学生は、なかったな。まあ、これも友達でした人はいたけど。授業中におならをした。ああ。授業中はないな。授業中じゃないけど、普通の廊下歩いてる時とかはよく知ってたけどね。ランドセルを家に忘れた。ランドセル普通気づかないかな。いつもとなんか格好が違うっていうか、体が軽いなぁと思って。あれ今日なんか体が軽いぞって気づかないで行っちゃう人もいるのかな。やべ、麻痺なってした。あれ、あ、間違った。単体攻撃だ、これは。しまった。普通に攻撃した方がダメージか。やっぱり。夏休みの登校引きを間違えた。これもないな。トイレに落ちた。いや、そんなに体ちっちゃくないでしょ、トイレに落ちるほど。小学生なんだから。これ麻痺直したいんだけど、どれでどうするかな。これか。あ、二つしかないな。これ歩いてれば治んないのかな。ダメだ。治んないのか、俺。じゃあ、ちょっと投票結果を見てみますか。あ、おもり足をした人 28% もいるんだよ。結構いるんだよな。
ドボラシーだもんな。みんなにバレちゃうからね。しちゃったらすごい恥ずかしいよ。一応トイレに落ちた人っていうのが 4.8% もいるっていうのが結構意外かもしれない。はい。ていうか、あれ？これ次どっち行けばいいのか分かんなくなっちゃったな。あ、なんか、扉っぽいのが。はい、行きましん？なんと。こっから来たんだよな。なんか鍵とか手に入れてないよな。敵が復活しちゃうんだよな。行ってないところないかな。次の問題を見てみますか。隠しているけど本当は好き。点点点何かある。問題の意味がよくわかんないね。ちょっと選択肢を見てみないと。SKE 松井玲奈が自分のファンであることを隠している人もいると思うと、独白？隠してるけど好きなこと何か？ああ、そういうこと？いっぱい選択肢あるな。アイドルとか、盆栽とか、動物の飼育とか、いっぱいあるんだけど。あ、機械いじり、プログラミングとかあんのかな。まあ、ちょっと前までには、俺、もう、ゲーム作ってましたんで。まあ、プログラミングには、まあ、多少興味はありますね。ただまあ別に隠すほどのものではないと思うんだけどね。まあ例えばまあフィギュアとか、アニメとか、そういうのかな、隠す。だろう。まあ俺はもちろんそういうのには興味ないですね。あれ？あれ？あ、そっか。間違った。スポーツトレーニングとか、なんか、至って、まともななんか趣味とかがあるけど、これって、わざわざか、隠すほどのものじゃないと思うんだけどな。なんでこんな選択肢があるのかよくわからんな。
中で隠す、ありそうなものったら、まあ、フィギュア集めとか、アニメとか、そんぐらいじゃないかな。ね、あ、こっち戻っちゃうね。やばい、完全に迷っちゃったな。なんかさっきから同じとこ何回も来てるような気がする。なんかゲームの実況をやってるっていうよりは、俺がただ単に質問に答えて動画になっちゃいそうだな。まあ、それはそれで、それもまた、なんていうか、そういうのがあってもいいんじゃないかって、思うのはどうでしょうかね。じゃあ投票結果を見てみますか。一応あんま興味ないけど、アイドルが 10%、 アニメも 9.9%、 フィギュア集め意外と少ないね。 1.8。 まあフィギュア集めるのも結構大変だと思いますからね。アニメとかだったらあの DVD で重ねてしまっておけるけど、フィギュアだとまあかさばっちゃいますからね。もう本当に好きな人じゃないと、なんていうか、集めるのも大変だと思いますね。まあ、やっぱり一番多いのが隠してるものはないですね。43% で一番多いです。まあこの選択肢の中じゃそんなに隠すほどのものもない、ものじゃないんでね。まあ当然の結果じゃないですかね。さっきから同じところ何回も来てるの。なんか、すごいレベルアップ上がってないか？さっきから。あ、そうでもないか。なんか攻撃力と命中率を1ポイントずつ上げるっていうのが、まあ、最近のトレンドになってしまった。もうすぐ1時間になっちゃう。本当は30分ぐらいやったら中断して伝説の方をやろうかと思ったけど、今日はこっち一本でいいかな。1時間ぐらいで今日はこれで終わりにしよう。あ、やばい、ヒットポイント少ないかも。じゃあ次の質問。レーシングゲームといえば、レーシングか。
最近スチームでドライブゲームっていうか、車を操作するゲームなんだけど、そのレースじゃなくて、トラックで荷物を運ぶゲームとか、そういうゲームはよくやりますけどね。レースってあんまりやらないんですよね。なんだろうね。まあ一般的に認知度が高いって言ったら、リッチレーサーとかなのかな？なんかもう戻るのもめんどくさくなってきた。で、ここでなんか鍵とか売ってないかな？これ安い。ちょっと買っていってもらいましょう。MP 回復結構高い。高くもないか。どっちだか。わかんない。パープルシンボルっていうのがある。これなんだ。ステータス以上か。マジックリング。マジックはあんま使わないからね。あれ？これって2回と3回しか移動できないの？289って入れれば4回に行けるの？あれ？何？いくつだっけ？忘れちゃった。あ、426か。あ、しまった。回復しに来たんだった。忘れちゃった。あと PC とかだったら、まあ、PC とか、最近のプレステ3とか Xbox とかだったら、なんか、コードマスターズの、ブライトだっけ？とか、コードマスターのゲームが、結構流行ってんじゃないかなと思って。なんかさっき、あれ、奥にあった、こっちってもう何もないのか。どんどんなんか戻ってきたな。あとは、あれだな。パーティー系で言ったらマリオカートとかそういう感じなのかな。
ちは行ってないかもしれないね。あ、行ったか。近くだ。よし。ここは無理とか。いやー、これマップ広いな、ちょっと。で、どんな選択肢なんだ？うわ、いっぱいある。あ、グランツーリスモとかあったな。アウトラン。ハングオン。なんか聞いたことあるよね。イニシャル D とか。陶芸シリーズ。バーン。エキサイトバイク。懐かしいな。アウトランってセガのやつだっけか？結構長い時間プレイできるやつじゃなかったっけ？アウトランって。ってなんだろう、バイクのゲームだったから生きてるし。この選択肢の中で言ったらやっぱグランツーリスモかな。まあ俺はやったことはないんだけど。まあ一番有名なんじゃないか。じゃあちょっと結果を見てみますか。あ、やっぱりグランツーリスモがダントツトップですね。44.2%。あとはほとんど 5% 以下しかない。ちなみに、すっぽんのおすすめは、まあ、レースじゃないけど、さっき言った、トラックを運転するゲームなんだけど、なんだっけ、ユーロトラックシミュレーター2っていうのが、自分的には超おすすめですね。まあ、このゲームはまあトラックを運転するんで、ただひたすら荷物を目的地にまあ届けるのがまあ目的なんで、まあレースとか、そういうスピード感のあるゲームでは全くないんです。ただこうなんか、まったりドライブ、していたいっていう人にはうってつけのゲームですね。もうマップも、リアルな縮尺ではないけど結構長い時間プレイっていうか、運転できるんで、そう、なんか、広いマップを運転、広いマップをまあ運転できるんで、なんか、ある一種なんかリアル感があるんですよね。他のゲームには、ね、
といった理由で、まあ、俺的には超おすすめです。あと、モードも結構あるんで、トラックのデザインを増やしたり、とマップを拡張させたりもできるんで、まあ、元からあるゲームの状態で飽きても、まあ、モードでも楽しめるっていうのがあるんで、結構評価も高いんで、まあ、もし、興味のある人は、まあ、Steam で検索してみてはいかがでしょうか。まあ、別に Steam じゃなくても、Amazon のダウンロード販売とかでも確かあったんで、まあ、Steam の ID は持ってないっていう人はそっちでもいいんじゃないかと思います。なんだろうな、レバーがなんかあちこちにあるんだけど、あれを全部なんか、下ろしておかないといけないのかな。まだどっか触ってないところがあるのかな。ここさっき来たとこだっけ？だよね。やべえ、行くとこわかんないけど。十分強くなっちゃったけど、先進み方がわかんない。これは困ったな。あれ、違う、あ、間違った。じゃあもう一問いきますか。参院選投票しますか。いつの参院選だっけこれ。参院選は行ってなかった気がするな、この時。参院選、まだ出生が野田さんの時だったかな。で、その後に安倍さんに変わったのかな。まあ、結果をちょっと見てみると、結構、絶対にするもん、ほぼ 60%。 なんかいっぱい増えてる。でも、みんな弱いな。
もう戻ろうとしてるんだっけ。これが奥関係ある。民主の政治がひどかったですからね。なんとしてもその状況を変えてやろうと思ってみんな投票しに行ったんじゃないですかね。逃げろー逃げろー。あ、ここじゃない。確かこれ、逃げるの？あ、逃げた。あ、ダメだ。道が塞がれてしまった。お、なんだ、スキルブレスレットって。SP が20で上昇する。これはいらないかな。やばーい。なるべく逃げていくようにしよう。もう戻ってきてしまった。ヘルメットをかぶってないからダメなのかな。あ、今、行き止まりだ。ああ、くそ。どうしようかな。そろそろもう1時間超えたから、お開きにしようかなと思ってんだけど。ちょっとさっき来たんだよね。シンボルエンカウントだとテクニック次第ではうまくかわせていけるっていうのがいいですね。よし。だんだん慣れてきた。あ、間違った。お、すぐ一発で倒せるようになったね。ちょっとレベル上げすぎちゃったかな。こっち行ったんだよ、ね、
ちゃった。ちょっと、もう一回三階に戻ってみますか。はい。426だったよね。ズゴン。次、ここをなんか越えないといけないような気がするんだけど、まだいけないの。まあ、俺的にはあのレバーをなんか全部下ろせばいいような気がするんだけど、まだ下ろしてないレバーが残ってるのかな。もう一匹いたのか奥に。もうちょっとかかりそうだから、質問コーナーはもうちょっと続けますか。インド LCC 乗員は女性だけど、どう思う？ LCC って何だろう。航空会社なのかな。女性だけ？ん？普通、客室乗務員は女性だけだよな。どういうこと？機械っていうか飛行機を操縦するのも女性ってこと？それはちょっと怖いな。女性を差別するわけじゃないけど。てかそういうわけじゃないのかな。ちょっと、投票内容を見てみないと、質問の意図がよくわかんない。そもそも LCC が何なのかがよくわかんないし。そういうこと。なんか燃料費を抑えるために、客室乗務員の採用を男性より体重の軽い女性だけに絞る。あれ、客室乗務員って男っていたっけ？あんま見ないような気がするんだけど。あ、いたかな？あれ、いなかった。
でもほとんど女性じゃないかな。別にその女性でもこと足りるんだったら別にそれでいいんじゃないかなと思ったけど、ちょっと選択肢を見てみようか。何もない。まあ選択肢を見てもなんだかよくわからんの。体重の軽い男性を採用すればいいとか、太った人が乗りにくくなりそうとか。荷物の重量で料金を変えるべきとか、なんかこの質問に対する答えとはなんか全あまり関係のないなんか選択肢ばっかのような気がするんだけど、なんかもう全部言ったような気がすんだよな。どうしようかなんかこの音楽もちょっと飽きてきちゃったな。しばらくこの鉱山の中に閉じ込まれて。お、なんか痛そうな感じ。毒を治すのは、ああ何もない。一応投票結果を見てみましょうか。まあ、質問っていうか、ね、選択肢の内容も よくわからないっていうのもあるせいか、みんなバラバラですね。まあ、強いて言えば、体重の軽い男性も採用すればいいが、まあ 29.4%。 そうなると客室乗務員より、そもそも燃費って結構変わるのかな、体重によって。だとしたら乗客の体重も測ってそれで料金決めた方がいいのかもしれない。あれこれわかんねえや、これもう。
もう行ってないところないような気がするんだよな。ダメだ。とりあえず今日はここまでにしよう。はい。じゃあとりあえずここで今回は終了します。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた次回お会いできたらお会いしましょう。さようなら。